映画機銃は南北戦争中に開発された初期の機関銃。エージャー機銃と記されることもある。愛称はコーヒーミルガン、またユニオンリピーティングガンとも呼ばれた。南北戦争中には新兵器、より性能の良い兵器の開発が推奨された。映画機銃はこの間に開発された10種類以上の手回し機関銃の一つである。 開発者であるウィルソン・エイガーと綴られることもあるの、名前からエイガー機銃と命名された。コーヒーミルガンとの相性が与えられが、これは手回しクランクと断層の形状が家庭用のコーヒーミルに似ていたためである。エイガーはその高い発射速度から、この機銃を6フィート四方の軍隊と宣伝した。1861年。 映画機銃のデモンストレーションがリンカーン大統領に対して行われ強い印象を与えた。リンカーンは私をこの銃を自分で見てまたいくつかの実験にも立ち会い政府の関心を引くに十分なものであると考えたと記述している。10丁の映画機銃が直ちに購入されさらに54丁が追加発注された。その潜在能力にもかかわらず 戦場ではほとんど使用されず、戦争が終わると売却された。映画機銃は58口径の弾丸を使用した。標準的な紙製薬莢の弾丸を再使用可能な金属チューブに装填した。チューブ底部の突起に雷管が装着され、チューブは上下型の弾倉に収められた。その形状がコーヒーミルに似ていた。発砲には15部の手回しクランクが使われた。 クランクを回すと弾丸は弾倉から銃に送り込まれ、一発ずつ発射された。くさび型のブロックが立ち上がって、弾丸を適切な位置にロックし、カム駆動のハンマーが雷管を叩くことにより、弾丸が発射された。空になった金属チューブは、銃重部の容器で回収される。金属チューブに弾丸を再装填し、弾倉に収める。 高発射速度を維持するためには、この作業を短時間で行う必要があり、基銃の操作員にとっては大きな負担となった。映画基銃の重心は一本であった。このため、特に発砲を続けた、際のオーバーヒートという問題があった。この問題は、交換用の重心を用意することである程度は解消された。通常、1丁の基銃に対して、2本の 交換用重心が用意された。エイガーはまた、重心にジャケットをかぶせ、そこを流れる気流により、重心を冷却する空冷機構も追加した。冷却のための気流は、クランクによって回転するタービンが生成した。この気流は、重心近くの紙製薬莢の燃えカスを吹き飛ばす、役目も果たした。また、オーバーヒートを防ぐため、発射速度は、 毎分120発に制限された。映画機銃には、鋼鉄製の棒立てが標準で装着されていた。第一次世界大戦後半の機関銃は単銃心、棒立て付きのものが標準的であったため、これに似た映画機銃は、現代的な印象を与える。1861年に、リンカーン大統領の前で、映画機銃のデモンストレーションが行われた。 リンカーンは非常に関心し、すでに製造されていた10丁すべてを購入した。価格は1兆1300ドルであったが、当時としては非常に高価であった。同年の後半、マクレラン将軍が50兆を追加注文したが、この際の価格は1兆735ドルと安くなっている。1861年、バトラー将軍が1兆1300ドルで2兆。 1862年には、フレモント将軍が1兆1500ドルで2兆購入している。映画基準は、アメリカ陸軍物機化から弾丸消費量が多すぎて実用的でないと非難され、戦場で実際に使用されることは、ほとんどなかった。しばしば遠隔地にある橋や、狭い道の防衛用として配備された。戦場での性能は、しばしば十分ではなかった。 単一重心のためオーバーヒートの弱点があり、ジャミングも起こしやすかった。弾丸を装填する金属チューブは当初鋼鉄製で重くて高価であり、またしばしば紛失した。後に真鍮製のチューブも製造されたが、戦争中には広く行き渡らなかった。射程距離の短さも問題であった。800ヤードの射程は、不評が使用するライフルマスケットと、 同程度であった。より長射程の武器が望まれた。映画機銃は戦場での使用方法のために他の同時期の機関銃と同様にその潜在能力を発揮できなかった。機関銃が戦場での重要な武器となったのはもっと後のことであった。1865年残っていた映画機銃は1兆500ドルで売却された。映画機銃そのものは 有効に活用されることはなかったが、その重心交換というアイデアは、後年の機関銃設計の基本となった。ポーリハット、ウィルバンクスハット、ポーリハット、コギンズハット、ウィルバンクスウィキメディアコモンズには、映画機銃に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。